速報、中井拓宏の遺跡確定、新天地はラージュ。バジェカーノじゃなくてマハダオンだ。遺跡が噂されていたピピこと中井さんの遺跡が確定した模様。その遺跡先はラージュマハダオンだという3部に所属するチーム。完全遺跡ではなく、1年間のレンタル遺跡になったとのこと。今後の活躍に期待したいですね。19歳やからもう若くないんやで、マジで期待しとるから這い上がろう。圧倒的な足元の技術と部屋の広さあるんやから絶対いける。ライカは一部遺跡でお願いします。一旦 J リーグ来てもええんやで。そう考えると久保ってマジですごいんやな。3部はかなり荒い試合多いから怪我だけは気をつけてくれ。マハダオンだってどこやねん。バジェカーノかと思ったわ。レアルから離れた方が成功できそうな感じするけどな。カスティージャで試合出れないよりも絶対これで正解やと思う。一番悔しいのは本人なので、外野はガタガタ言わずに守るしかない。試合に出て経験積むことが第一やな。久保はそれを優先してバルサ断ってレアル選んで遺跡繰り返したわけやからな。とりあえずここで無双が最低条件。